プランクの冬打ちラジオ、はい、チョコレートシーンでございます。柳でございます。そして米田翔です。はい、米田さんに久しぶり、初めてかな、3人はこのメンバー。いやいやいや、1回でも外でやってます。森の中で撮ってます。公園ですね。森の中で虫たちと一緒でやってます。リンリン、久しぶりですね。どうもです。あれだって40回とかなんですよ。39回とか。あ、まあ、もう今だってもう60何回でしょ。69すげえ。もうなお、ナンバリングだけで言ったらもうすごいね。ハンターハンターぐらいになってきました。こっち亀とまでは言わないけど。すごい、一番でも面白い回かもしれんな、69回。そう、わかんないですよ。一個聞いてほしい話があんねん。お、お、なんでしょうか。愚痴やねんけど。うん、愚痴はいいですよ、ちょうど。なんかまあ、これといって何かがあったってわけじゃないんですけど、最近すごく自分の中で思うことがあって、はいはい。僕ね、その、例えば仕事とか、プライベートとか何でもそうなんですけど、二択で迷った時に、絶対外すんですよ。ほう、本人の人。例えばもうご飯食べたい、でもなんか決め手にかける、うん、何食べていいか分からへん、なんか丼系か、うんうんうん、ラーメンか、うん、とかってなった時に、はいはいはい、もうラーメンを選んだら絶対に丼系やったなって、はいはい、もうなんか食う直前、あるいはお店に入った直前ぐらいで後悔するんですよ。海苔を食べた瞬間に、あー、丼丼丼丼みたいな、こうなんのよ。で、なんか2択って、うん、確率で言ったら 50% やん。確かに 50-50 ですね。 50-50 やん、50-50 やん、はい、ちゃうねん、もう2択になった時点で俺はもう 100% 失敗すんのよ。あ、でも最近にはもうそんなことが人生で多く起こりすぎて、もう最近ではもう2択のものになった瞬間に、なあこれねと、うんうん、もう俺はもう死んでしまうんだと、もうこのまま確率で負けたままって。かわいそうに。で、いや、だから自分の逆を打ってもダメない。例えば俺は今日ラーメン食べたいと思ってるから、はい、あ、ってことは丼にした方がいいな、うんうん、みたいなこと選んでも、もう丼屋ののれんをくぐった瞬間、ラーメン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 って選択肢ラーメン、ラーメン警報がやっぱなるから、もうなすすべがないのよ。向いてのよ。で、そんな感じで聞きたいのがね、はいはい、もう自分のどうしても嫌な瞬間ってあるっていう、なんかもう俺こういうとこあるわみたいな。いや、ね、怒りやだから。そうそうそう、なんかありますかって。まあ、それで言うと、例えば2択とかはどうですか、うん、外す、外すね、あれ外すんやん。あれ今やきが言うみたいに裏を書いて、自分の中で裏を書いて、ラーメンじゃなく、ラーメンやけど裏書くから丼にするけど、でも結局選ぶのは自分やから、これの今度まだ判定になるの。そう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 、一緒に選択は一緒やから、最初自分が選んでるから、そうそう、それの裏が正解になっちゃうね。そういうのあるかもしれないな。僕ぶっちゃけたこと言うと、二択ってないっすね。なんかもう絶対にこれっていう、もうかっこええな。ラーメン多分ラーメンやとか、あ、オムライスオムライスやっていう、入った後に後悔は処理したことない。食べ物に関してはですよ、今 あるのはこれでいくとね、すごいね、はい、そんなバカだな、食べ物って。そんなバカよ。で、なんかどっち食べたいかなっていう悩んだ時の失敗ってことですよ。選ぶなんかめっちゃ大変やで。大変よ。店でまず選んで1失敗するやろ。で、入った店で何頼むかでまた何失敗もすんねんから。で、人の見て余計に感じるんですよ。そうやろ。あ、いや、食べたいもん食べれたことない。ないですよ。あれはボエモンパスタなんかもう最悪。あ、最悪や。あんなん、ほんまに種類があって、あんなんよ。で、本来食べたいのにこっちのやつにもう合わせて分かる、どうでもいい、なんか大葉のやつ頼んじゃん。そうやねん。これ違うねん。気づくね、大葉苦手やねん。これ大葉苦手やねん。お前そうやねん。なんか周りの、まあ、和風な感じ好きやけど。へぇー。大葉苦手やねん。一応のこと嫌いなんで、なんかこれでまた一つ自分も嫌いなんで。そうやねん。すごいのよね。同じ失敗するしな、そういうこと。切ないな。切ない同意やな。同じ失敗するしなつって。なんかもうイライラするしな。するね。へぇー。するする。あと、まあ、傘持っといてよかったってなったことない、うん、人生で。まあ、それ俺が雨男ってのもあるけど、あ、はい、やっぱ俺も人生30年生きてるとさ、まあ、傘を忘れることが多いわけですよ、はいはいはい、だからもうちょっとの可能性がある日でも傘を持ってるの、うん、可能性潰していこうと思って、うん、持ってたけど降らんかったはもう、うん、もう勝ちやと、逆に、うん、持ってたら降ってきたを防ぐためにやから、うん、かけない。何かが降る。かわいそう。見てんちゃうかなと思ったけど、ね、傘持ってないよしみたいな、こうなんか、あれの企画の時にね、あの企画の時も確実にもうこの人雨男やと思いますもんね。確定したよな。確定しました。あ、いるんやほんまにっていう、あの3分チャレンジとかね、あの辺の時ですね。雨男っていうよりも雨そのものを概念な俺。
びっくりしますね。やってること一緒やからな。まあ、まあ、天にいるか地にいるかの話だ。そうそうそう。柳上さんが喋ったらちょっと降ってくるとか あるんや。そんな人いるんや。新人類見つけた感じ。柳上さん引っ込んだら虹が出たよな。そうそうそう。祝みたいなね、なんかね。すごかったな。嫌いになる。嫌いになる。めっちゃ嫌いになる。あんのにな、柳さんも。慰めの会とかじゃない。違う。こういう違う違う。これこういう話か。悪い前提の話じゃない。なんかありますか、そのなんか自分のことを嫌だなみたいな。俺はもうなんでみんなできんのみたいな。あ、そんなのもう腐ることある。あ、もうそれはもちろんありますね。腐ってるよ、腐ってる。ありますあります。だからなんで後々って言われたそばだと思うんで、そのなんか作業簡単なことでも、うん、なんやろな、例えばお茶を俺ペットボトル作ったお茶をテーブルに置いてて、うん、家でね、ひっくり返しようって順で分かってるわけ。こんなとこ置いてたら、ま、あーもうテーブルの端に置いてるわけや。そう、またがあるとか、なるよなるよって言ってんだけど、まあ、こんだけ今なるよなるよ警戒してるから大丈夫と思って、うん、ほんと数秒後にバーンってなって分かってたの。同じ絨毯の位置になる。その絨毯って色変わってる。何回もこうしてるから。同じとこ、同じとこ直そうと思えへんの。そこでだからそこでなるよなるよって警告してるわけよ。でも今回は違うと、あ、他にやることもあるし、もう同じ失敗を俺繰り返さないって言って、なるよなるよって言って安心すんで、もう繰り返さんって、はいはいはい、警告してるから前と違うと。そしたらリセットされてバーンってプシャーってバーンブラッとして、だから乾いててもバスで飲ませへん。いや自分に貸すんや。いますね、繰り返しちゃう。切ないな。紅茶だけじゃないしな、多分そういうの。どうなんだろう。何回も俺ミスしちゃうっていうのがなんか分かる気がするな。でもない。あ、もうないですね。何やろ、主人公なの。いいよ。でも逆になんかそういうちゃんとした経験ができてないんだけど、ずっと一緒のことやってるから。ん、え、放送事故なの。放送事故ではないけど、みんな黙らないでね。ラジオだぞ、ラジオだぞ。分かってんのか。なんか毎回二人やってんやろ。だけあ、そうなんや。あんまりじゃあなんか対策すんねやろな、ジョー君なんかとかね。じゃあ、あかんってなったら、そうやな。あ、じゃあ、あ、じゃあ変えよう。学ぶタイプの人やもんな、言ったら。学ぶ、学ばだから、いかに学ばね、学ぶプリの人や。人に俺は今学んでますよってアピールするのに必死で落とし込めてないで。話を教えてもらって、俺メモ取ってます。ほら、これってどういうことですかって聞いてるけど、この質問が別にほんまに分かってない質問じゃないのよ。うん、アピール。でもメモ取れてない。ずっと俺なんかクー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 って書いてる。怖い。怖い。めっちゃ怖いやんけ。そうだよ。だから聞いてなかったりするから、そこ学んでないなと思う。学ぶときに黙って聞いてますから。そうやね。そんな流暢やね。学ぶ姿勢を見せながら学ぶことなんて、だから難しいですから、うん。そうそう。相手に身を輝かすとかおかしい。もうラジオさん見えへんけど。こいつは絶対学んでないね。まあ、学んでないの。そうそう。柳さんもでも、あれもな、柳さんすごいのさ、もう長年いるから、意外と、あの、いい意味で話聞いてない時もあるんだよ。ああ、めっちゃあるよ。でも、相手に絶対バレへん。俺横で聞いてて、絶対今、聞いてなかった。回答違うはずやねん。それあれですね、2人で外の人と喋ってる時に思ったんでしょ。そう、あれ以外結構あんねん。ああ。あの時も感動しちゃってさ、もう、この人。ちょっとじゃないの、聞き逃した。そのテーマ。なんか僕ら2人と外外部の人とお話する機会があって、はいはいはい、外部の方がすごくこう意気揚々と、そうそうそう、なんか自慢話じゃないですけど、そうそうそう、してって、でなんかで機嫌よう相槌打ってたよね。うん、で俺がもう話の8割聞いてなかったっていう。で答えが違うのに相手がバレないよね。と思ったらそこで、あ、内容じゃないと、緩急と熱量やと思って。あ、そうそうそう。結局は。そう。だから。まあ、ちょっと別に例えば焼肉美味しいよねって話してて、うん、俺この間もうほんまに食べ放題行ったけど全然食べられへんかったわっていうことに対して、やっぱ冷えてる方がいいっすもんねって言ったとしてもおかしい。回答間違ってるよな、それな。でも相手そうやねんってなんねん。びっくりして、それすごい。え、なんでなんで今ガチしたの、こっちも聞いてないんかと思って。向こうも聞いてない。聞いてないね、話す人っていう。話す人、話すのが必死で、話すのが必死でね。そっか、考え方変わりましたね。聞かんでいいし、聞く聞かれてないんだよ。俺真面目に話聞いてないみたいよ。じゃじゃじゃ、それでいいんだよ結局は。これから LINE 書くときとか二重にして書こう。二重に書いてやる。大丈夫、大丈夫。どうでもいい話だけや。二重に書いてあるね。
そうそう、もう一回貼って、もう一回貼って、もう一回読めよっつって。じゃあ皆さんもね、ここ聞いてないなって思う時はね、ここだって言ってね、コメントとかに二重にしていただければ見てるわ、見てるわ大体ね、まあ、めったにないけどね。そう、そういうことです、寒いところがあったなるほど、救われたわ、救われた、救われた。このままですか、もう結構だね、ね、ね、あ、でもいい感じですね。いつも僕らのテーマでは10分という、なんで鍛えられてるのかな、ね、ヤンさんね、ヤンさん読めた怖いよ、あれ今2回言ってくれたから、あ、なるほど、僕に言ってることだから難しいですよ。僕の時は1個で一番適当に喋ってるのはこの人やで、ずっと。違うよ、しかも分かりやすいですよ、分かりやすい。次が2回よ、放送席、放送席みたいなもんよ。いや、でも間違ってるぞって、今日翔くん行くよ行くよって初めてやから、翔くん言うのになんで柳さん2回言うの、柳さん、いや、ひどいでよマジ、あんた本当にラジオで言うとこ、お前話聞きな、聞かなすぎ、そんなこと聞いてるよ、めっちゃ俺めっちゃ聞くで、帰ってから思い出すぐらいもん。いや、その時から答えてくれや。聞いてますよ、僕全部聞いてるからね。それはでかいな、いつも思う、あいついつも上手やつな、ミッチーは聞き取れてない。俺の話に関してはミッチーはマジで俺の話聞き取れてないと思う。寝ようと思ってるから。そんなことないですって、こないですって、ね、マジで聞き取れてへんからやと思う。俺が多分早口すぎて、多分聞き取れてない。まあ、慣れてないですよね。僕らはまあ数年ぐらいで。そうやな、確かに慣れたからいいけどな。はい。初めての時は、ね、早口らしいですから。最近だいぶね、ゆっくりしてるけど。だいぶこの1年でゆっくりだった。なったなった。びっくりしたもん。あーほーっつって友達どこ出してるもんだって行ったところの人らめっちゃ早いね。満期で喋ってくんだよね。もう行き過ぎしてないと思う、あれ絶対いるわ。終わりましょう。じゃあ、はい、じゃあ、ありがとうございます。嫌な、嫌な瞬間でした。自分のことが嫌になる瞬間の話でした。またありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、バイビー。